で、こないだなんか、あの、やるじゃん、あの、DM 来て、マリナに似てる子とこないだ遊んだみたいな。ちょっと顔見たくて。いやいや、そう、こないだ遊んだ子はマリナに似てたんだよ。だから、俺そこでも思ったんだよね。あ、やっぱ俺マリナのこと好きなんだなって。それを DM で送ったよね。そう。もしかしたらマリナのことが好きなのかもしれないから、急に意味が分からない。急に。いや、これ本当なんだよ。で、俺たちちなみに、何回か実は会ったことあって、まあ、その2人とかはないですけど、でも未だに LINE 知らないかも。そうね、LINE 聞こないで教えてもらおうと思ったら、アリナに止められたんだよね、そういえば。じゃあ、やっぱ俺も好きなんじゃない。あ、しかもアリナって言ってアリナって呼んでるんですよ。そう、アリナって呼んでる。アリナって呼んでんだ。そう、ホストのやつも行きましたもん、ね、そうだよ、来てくれたんですよ。一応それぐらいの中ではある。そう、それぐらいの中ではある。でも LINE は知らない。そう、LINE は知らないっていう。 LINE は知らない。でも今日どうだった。まあでも、私あの、本当にパチンコしたりとか、うん、なんかいつもの、いつも私が好きなデートをやってくれたので、うん、めっちゃ楽しかったです。本当はい、よかった、嬉しい。こういうとこも普段めっちゃ行くし、やっぱ俺たち相性合うかもね。ということで、なんか別にカメラとかなんかプライベートで行く。あ、そう、行きましょう、本当に。一応よかったらさ、俺ずっと知らんかったから LINE 教えてよ。 LINE ですか。アリシャンの許可が勝ちて。待って待って、LINE はアリシャンの許可いる。ちょっとやっぱり、はい、アリシャンの許可で動いてるの全部。アリシャン、そうですよ、今日もやっぱアリシャンの許可ありすべてはアリシャン次第。そうです、アリシャンの、はい、次第。じゃあ俺たちのやっぱ障害はアリなのね。まあまあ、大きな山が。そうです、うん、やっぱりアリナの山を、アリナの山を越えていかないと。そっか。